こんにちは、新鮮動薬局鈴木邦明です。起立性調節障害が治らない本当の理由その14、今日はですね、むくみは体を自由に移動できるという点について、まずはご紹介したいと思っています。まずですが、体内の水の分布はと書きましたけれども、体重の大体 60% が水分です。そして、この細胞の中ですね、細胞内液として大体 40% で、結晶成分、血管の中を流れる、水は大体体重の 5%、 そしてこの間質液ですね、血管と細胞の間のところ、ここを流れている水が大体体重の 15% ぐらいです。で、むくみというのはこの間質液が異常に増えた状態を指します。で、その水が、間質液が自由に移動できるからなんですけれども、夕方、体がむくんでいる方っていうのは夕方にもなれば足のむくみ、多くは昼過ぎから感じるらしいですけれども、足のむくみを自覚されると。で、大体は起きて8時間ぐらい経過してから足が重かったり、パンパンに張っているとかっていうことを自覚されるようです。で、その体がむくんでいる状態で寝ると、徐々にそのむくみは頭部に移動します。起きていた時には、起きていたことで、重力で下半身に移動しますから、寝る時には、どなたも足の方にむくみがいっている。それが寝ることによって、徐々に頭部の方に移動、8時間もすればむくみは全身に散っているだろうと、ということになります。で、そのむくみなんですけれども、おおよそ統計を取っておりますけれども、おおよそ4割ぐらいの方は朝、OD の方は、顔が腫れています。で、顔が朝腫れているのならばですけれども、重力のことを前提にするならば、後頭部ですよね。後頭部とか首のあたりまでのむくみはさらにひどいであろうということも容易に想像がつくと思います。すると、前回お話ししましたが、むくみっていうのは血管の外の反応ですから、ここがむくむことによって、血管を圧迫する。そうすると、頭部から心臓に戻る血流が低下することになりますから、当然のことなんですけれども、この赤い方ですね、動脈から、頭部の方に送られる血流の低下します。それで、こんなことが起きると。夕方になればむくみは下半身に移動するので、起きた時とは打って変わって元気になります。でも寝るとその下半身のむくみが頭部に移動しますから、朝むくみで頭部の血流が低下して、元気がありません。で、元気がないって言っても起こしても反応できないですよね。で、起きても頭部はむくんでますから、すぐに活動できません。ぼーっとしてたりします。で、自律神経の中枢、視床下部っていうところも脳にありますから、むくんでいる状態では、適切な指令が送れません。そのために、自律神経症状ですね、頭痛とか吐き気とか腹痛みたいな自律神経症状が午前中に比較的多くなります。で、むくみも夕方下半身に移動します。特に頭部からの移動ですから、比較的、大体5時間ぐらい経てば基本的にはむくみが取れてきて、8時間もあればだいぶ、頭部のむくみが取れるので元気が出てくる。これも脳がエネルギーを作れるようになって活動できるようになったということですよね。で、当然のことなんですけど、自律神経の働きも午前中に比べればはるかに軽くなる。こういった仕組みというかメカニズムが働いているんだと私は考えています。いつもご紹介してますけれども、本のレビューだけでも見て、解決の手段があるということだけでも頭の隅っこに入れてあげてください。本当、中学高校という多感な時期というんですか、もうこの時ぐらいなんですよね。友達とバカができてね、遊んでいられるのは、その貴重な時間を無駄にしないように、ご両親はすぐに、活動してあげてください。